11月11日、日本時間12日、ニベーニューヨークのマジソンスクエアガーデンで開催される総合格闘技イベント、UFC295 の前日計量が10日に行われた。メインイベントとなるライトヘビー級王座決定戦、205ポンド毎93キログラムで激突する、元王者で同級1位のイリー・プロハースか、31イコールチェコ。 ともと UFC ミドル級王者でライトヘビー級3位のアレックス・ペレーラ、36イコールブラジル、が共に204ポンド、92.53キログラム、でパスした。フォト動画、1年半ぶりプロハースカが強靭ボディで復活。バチバチの睨み合いもプロハースカは仕上がった強靭ボディで登場し、フェースオフではペレーラと長く視線を外さず激しく睨み合った。プロハースカは、 復帰できて嬉しい。これまで本当に厳しい時間を過ごしたが、完全復活だ。明日、私はベルトを取り戻す、と、王座帰り咲きを誓った。一方のペレーラは、最高の瞬間だ。準備もうまくいったし、万全の状態。明日、多くのファンを幸せな気持ちにさせたい、と必勝を誓った。プロハースカは初代来人ライトヘビー級王者。 22年6月の UFC 同級タイトルマッチで当時の王者グローバーテイシエーラに一本勝ちで王座を獲得したが、同12月の初防衛戦に向けたトレーニング中に右肩を負傷し欠場。返上し王座は空位となっていたが、再挑戦する。対するペレーラは元グローリーライトヘビー級王者。 昨年11月イスラエルアデサンヤを TKO で下してミドル級王座を獲得するもダイレクトリマッチでは KO で破れ王座陥落。階級アップし今年7月に元ライトヘビー級王者のヤンブラホビッチに判定勝ちし、今回の挑戦権を手にした。1年5ヶ月ぶりの復帰戦でいきなりの王座戦。果たして、プロハースカの王座奪還はなるか、それともペレーラの二階級制覇となるか。